ハローグーグテンタークドイツのベルリンに住んでおります。中条隆之と申します。ドイツのベルリンはとても暖かくなってきて、桜も咲いて、もう葉桜になってしまいましたが、過ごしやすい気温になってきました。日本も初夏の気温ということで、過ごしやすいと聞いております。いかがお過ごしでしょうか。今日はこの方ですね。T 山本さんですね。1007。10月7日が誕生日ですかね。 この山本さんという方はですね、結構 LINE のコミュニティでも登壇している方ですごくわかりやすいブログとかも書かれているので、もしよければ YouTube の概要欄をご覧ください。今日はですね、許可を取ってこの記事を YouTube でシェアしたいなと思って選びました。LINE で QR コードを生成できるということで、まあ、実際に見た方が早いと思いますので、まずは早速こちらの QR コードで友達追加をしてみますね。はい、今追加をしました。 はじめまして、QR コード生成 Bot ですということで、すごいのが、例えば、私のブログ打つと、多分これが QR コードになるんじゃないかなと思います。おお、いいですね。で、これをコピーして、どっかブログとか、Twitter とか、他のホームページとかに掲載して、見てもらうっていうのができそうですね。あと、例えばイベントを開催するとして、 イベントの部屋にこの QR コードを貼っておきたいなでもいちいち QR コードって検索して QR コードを作るのめんどくさいなって時は LINE でポチポチポチってるだけでこう簡単に QR コードが生成できるのは割と使えるんじゃないかなと思いましたのでこちらの記事をですね参考に今日は作っていこうと思いますはいこんな感じでですね URL を打つと QR コードが生成されるということです生成された QR コードを他の LINE の友達に共有することもできますし QR コードは画像としても保存できるのでメールなどで QR コードを送ることも可能ですと。で他の URL 以外であれば URL は正しくないですよと来るチャットボットですね。すごく便利そうですよね。じゃあ早速やっていきましょう。今日もですね、このエンジニアがよく使う黒い画面とかあと Mac とか Windows とかの違いとかなんかそういうの関係なく誰もが非エンジニア、エンジニアではない方にとっても 簡単に作れるこの画数というのを使って無料でですね、スプレッドシートをデータベースにもできるこの便利な実行環境でですね、やっていこうと思います。無料でできるのがやっぱいいですよね、Google さん、ありがとうございます。ということで、はい、書いてますね。スプレッドシートや Google ドライブなど、Google が提供できるサービスと簡単に連携できるので、そういうのもいいですよね、ということで、早速やっていきましょう。では、まずこう、説明書かれてますね。 QR コードの生成にはですね、Google チャート API というのがあるんですね。これを使うと、URL に QR コードのサイズと埋め込みたい URL を設定するだけで、QR コードのピンクが生成されますということで、素晴らしいですね。ちょっと見てみましょうか。チャート .apis.google.com。Ap あ、こんな感じで出るんですね。いいですね。なるほど、なるほど。 これが URL で、このハテナ以降の CHS、これがサイズですね。150×150 150で CHT イコール QR、これは QR コードにしてねってことで、で、CHL イコール URL。これでこの URL のアドレスを 150×150 150のサイズで QR コードにしてねっていうことで、今、QR コードが生成されたという形ですね。なるほど。じゃあこれ、例えば150ではなく300とかにすればサイズ変わるんですかね。 あ、変わりましたね。へいいっすね。なるほど。じゃあ、ここの URL 変えれば意外と簡単にできそうですね。はい。1000×1000 とかにして。ちょっと1000が大きかったかな。じゃあ、500にしてみましょう。あ、できましたね。500にしたらできました。1000だとエラーになるのかな。まあ、ちょっとこれはドキュメント読まないと詳しくわかりませんが。まあ、でも、こんな感じでできますね。ちょっと今、現在、須水症とアナウンスされているため、突然サービスが。 終了する場合もあるということで、それはあの自己責任ということで、ちょっと使えなくなったなって時は違う QR コード生成ツールを使ったらよいのかなと思いますが、今日は Google のこのチャート API を使っていこうと思います。では、早速、作り方ということで、LINE メッセージ API のチャンネルを作りましょうか。LINEDEV とですね、検索していただけると一番上にですね、 LINE Developers というのが開かれます。で、ログインですね。もしくはコンソールを押していただいて、LINE アカウントでログインと。はい、ログインします。で、私はすでにチャンネルを作っているんですが、まずプロバイダーを作る必要がございます。で、プロバイダーを作ったら、何か選択しますと。チャンネルを作る必要があるんですけど、 その中にメッセージング API というのがあるのでこのメッセージング API を選択してくださいで国ですね私は今ドイツに住んでいるのでドイツにしておきましょうチャンネルアイコンイラスト屋さんでですねこう QR コード読み取るやつがあったのでこれを使いますね、はい、で QR コード生成ポットとしておきましょうかね チャンネル説明自動で QR コードを作ってくれますとしておきましょう大業種広めるつもりもないので個人でアーティストとしておきましょうかねはいで利用規約にですね同意して作成を押してで作成しますかと聞かれますので OK を押して同意しましょう作成されましたねで一旦これはこの状態で 次に行きましょうかね。丸2番。アクセストークンを取得しますと書かれてますね。はい。じゃあ、アクセストークンも最後にやっていきましょうか。メッセージング API 設定。このチャンネル基本設定ではなく、メッセージング API 設定の一番下に、チャンネルアクセストークンと書かれてますので、こちらは発行しておきましょう。これはですね、後で使います。では、早速、プログラムの方に移っていきます。JackGraph スクリプトを用意してくださいということで、 h t t p s コロンスプレ e a シートドット n e w を押すと新しくですね、スプレッドシートを開くことができます。これ便利なのでぜひ皆さんもご活用ください。スプレッドシートドット n e w って打つと新しいスプレッドシートが開かれます。で、そうしましたらですね、この拡張機能からアップススクリプトを開くんですけど、名前書いておきましょうかね。あとでこのスプレッドシートなんだっけってなるので、QR コード 生成するためのスプレッドシートとしておきましょうかね。はい、で、拡張機能としてアップススクリプトがあるのでこちらを押してください。そうしましたらここにですね、プログラムを書きます。ちょっとグレーになってるところですね。もうなんかファンクションとか書かれてるんですけど、これは一旦消していただいて、これですね、これをもう全部。 コピーしたら動くんじゃないかな。よいしょ、貼り付けますと。ちょうど100行、99行ですね。でこちら、保存しましょう。で、スクリプトプロパティーズの中にアクセストークンとリプライ URL を書かなきゃいけないので、新しくファイルを追加で、プロパティとしておきましょうかね。はい。で、ここに多分、これですね。 セットプロパティというのがあるので、はい、ファンクションセットプロパティの中の、はい、ここですねアクセストークンに先ほど発行したアクセストークンですねこの LINE ディベロッパーズのページのメッセージング AP 設定の中の一番下のチャンネルアクセストークンをコピーしてここに貼り付けてくださいこのダブルクォーテーションはですね 消ささないいように気をつけてくださいとあとですね、もう一個気をつけてほしいのが、この右下にですね、日本語と書かれてるじゃないですか。これがですね、英語となってる方で、かつ翻訳機能がある方はですね、このアクセストークンが翻訳されてしまうので、右下のこのイングリッシュとなってる方はですね、必ず日本語にしておいた方が無難だし、見やすいのかなと思いますので、ここはお忘れなく、はい、お願いしますと。 じゃ、これ書いたら保存しましょう。これ一回実行しないと、ここに書いただけでもまだセットプロパティになってないと思うので、これ実行しましょうかね。実行。で、最初に実行したときは、必ず本当に実行しても大丈夫ですかと Google 側が聞いてきますので、権限を確認しますと。で、メールアドレスを選択してもらって、 安全なページに戻るではなく、詳細から移動ですね。詳細を押すと出てくるので、移動を押しますと。で、スプレッドシートとの連携と、あと LINE との接続してもいいですかと聞かれますので、許可を押してください。そうするとですね、成功と出ますので、はい、新しくこの2つが追加されたんじゃないかなと思います。プロジェクトの設定から多分、見えるんじゃないかな。書いてますね。スクリプトプロパティに、 プロパティアクセストークンとしての値とリプライ URL が2つ書いてますね。で、このスクリプトプロパティを編集からでも編集することはできます。ともちろん、このエディターの方からでもプログラムで設定できますが、はい、もしちょっとわかんなくなったなって時は、このプロジェクトの設定からでも編集できるっていう、はい、便利になりましたね。これ昔ラブなかったと思うんですけど、今はこういうのもできますと。 あとですね、ここも日本時間にしたくなくて、ドイツの時間にしたいなときは、ドイツの時間に合わせたやつもできます。まあ、各国もちろん変えることもできますが、まあ、私は今、一旦日本の標準時間で実行したいなと思います。はい。では、もうこれでいいんじゃないかな。全然こっちを読まずに解説してしまいましたが、はい。○3 に行きましょう。 コピペしたガススクリプトをデプロイして URL として登録しますということでこの WebhookURL っていうのをですねこの LINE e ベロッパーズの先ほど発行したチャンネルアクセストークンの少し上の方にですね WebhookURL というのがあるのでここにですね編集を押すと WebhookURL を入力してくださいと書かれていますとこのメッセージのイペイ設定の下のここですね Webhook 設定ここにですね URL を貼り付けたい、どうすればいいのかなんですけど、このデプロイですね。この Apps スクリプトの右上のデプロイから、新しいデプロイを押してください。するとですね、歯車マーク選択してくださいと書かれているので、どこにあるかというと、ここですね。左上、デプロイタイプを有効にするというボタンがあるので、こちらを押して、Web アプリ。 押してくださいで、気をつけたしいのがこのアクセスできるユーザーを自分のみとなっているんですけど、これはですね、全員に変えて、デプロイを押してください。そうするとですね、URL が発行されます。これがですね、WebhookURL として使えますので、こちらをですね、この WebhookURL を入力してくださいと書かれているこちらに貼り付けていただき、 更新を押しましょう。で、Webhook の利用をオンにしてくださいと。はい。これで、QR コード読み取れば多分来ると思うんですけど、一個だけ設定させてください。設定を追加させてください。チャンネル基本設定ですね。このチャンネル基本設定の下に、LINE オフィシャルアカウントマネージャーというのがあるので、こちらをクリックして、LINE オフィシャルアカウントマネージャーを開きます。 で、設定の中の応答設定を押しますとでそうすると応答設定でこのような感じになっているんですけどこちらですね応答メッセージはオフにしてください応答メッセージ設定としてこう今は Bot は使えないですよみたいなメッセージがデフォルトとして申し訳ありませんがこのアカウントでは個別のお問い合わせを受け付けておりませんという メッセージが来てしまうので、これをですね、オフにしないとよくわかんなくなるので、これはですね、必ずオフにした方が良いかなと思います。これだけですね、まあ Webhook はオンになっているので、あとは大丈夫です。挨拶メッセージ。これもですね、は,い、はじめまして、友達追加ありがとうございます。このアカウントでは、最新情報を定期的に配信してきますというふうな友達追加したときに出るメッセージなんですけど、 これ変えておきましょうかねここで変えられますね。このアカウントでは URL を QR コードに変えることができますと。どうぞお楽しみにということで。じゃこれにしておきましょう。変更保存と。ではですね、こちらの QR コードを読み取って本当に来るのかやってみましょうか。一応 検証してみましょうか。ウェブフック URL のところ、あ、成功と出てますね。これで大丈夫だと思うので、じゃあ、これ、QR コード読み取ってみます。こんな感じで、中条隆之さん、はじめまして、QR コード生成 Bot です。友達以下、ありがとうございます。このアカウントでは URL を QR コードに変えることができます。どうぞ、お楽しみにということで、しっかり変更内容が反映されてますね。これと同じ内容がしっかりと届いていますと。 このニックネームっていうのが名前になってますね、はい。あとこのアカウントネームっていうのがこのアカウントの名前。QR コード生成 bot っていうアカウント名なので、そのアカウント名がここに出てる感じですね。素晴らしいですね。では、そうですね。マリオも一気にやってしまいましたと。WebhookURL を発行して、オートメッセージをオフ。Webhook をオンに変えてくださいねと書かれています。 できたのかなじゃあちょっとできたかどうかもう一度やってみましょうか。ちょっとこんばんはとか打ってみましょうか。はい、URL の形式が正しくありませんでしたということで、じゃあちょっと URL 打ってみましょうか。youtube.com。youtube.co.jp かなあ、はい、来ましたね。youtube.com でもいけましたね。 youtube.co.jp だと QR コード変わりますかあ、来ましたね。はい、大丈夫そうですね。ちょっと QR コード変わってますね。はい。こんな感じでできますと。素晴らしいですね。他にも QR コードを生成するツール系の LINE ボットでしたが、AI チャットボットなども開発可能ですと。 お AI のボットも何か記事で出されてるんですかねはいこちらの記事に沿ってやれば AI チャットボットも作れるということでリクルートのトーク API っていうのがあるんですねこれを使うと AI チャットボットが作れるらしいですのでもし興味がある方はこちらの記事も読んで AI チャットボットを作っても面白いかもしれません。はい。こんな感じで会話ができるらしいですね。こんにちは。今日はいかがでしたか好きなんですね。2回よりエビが好きです。嬉しいです。ちょっと会話になってるかは、まあ、置いといて。まあ、それっぽい AI との会話ができる感じでしょうか。はい。まあ、もし興味ある方はご覧ください。ということで。はい。こんな感じでですね、簡単に。 QR コード生成できるボットが作れましたということで、ぜひですね、こちらのですね、ボットの URL はです、ね、後で YouTube の概要欄に貼っておきますので、もし興味がある方は追加していただけると幸いです。以上、LINE API エキスパートの中条でした。結構 LINE API エキスパートとしてもっと活動していきたいなと思ってますし、LINE API エキスパートとしていろんな方のこういうキータの記事とか、あのいろんな素晴らしい アプリとかですね、どんどん API エキスパートとしても発信できると思いますので、今後もですね、面白いなと思ったのは、どんどん YouTube でもお伝えしていこうと思います。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。チューッまたね